ブザンソンはフランス東部にある都市でドゥーケンの県庁所在地である。町は蛇行するドゥー川によって囲まれている場所に発展した。この都市はカリア・ローマ時代以降重要な役割を果たしている。地理的な条件とその特有の歴史によって軍事的な場所、政治的なセンターと宗教的な首都となっていった。フランスの最初の緑の都市と宣言されて、 フランシコンテの中心都市であるブザンソンは周知のように社会的、環境的革新によって生活の水準の高さを享受している。また、ブザンソンは芸術、歴史の都市に分類される。2008年には市内の一部の建築物がボウバンの防衛施設群の構成資産としてユネスコ世界遺産リストに登録された。主な産業は精密機器産業と時計産業である。 秘書地としても有名。古代ローマ時代、ブザンソンは、ウェソンティオと呼ばれ、ガリア人の一派であるセクアニ族が本拠を言っていた。ガリア戦争中の紀元前58年には、当時ローマのガリア総督であった、ガイウス・ユリウス・カエサルと、スエビ族出身のゲルマニア人アリオイストスがこの、ウェソンティオ近郊で戦ったことでも知られている。ブザンソンは、二つの気候的な影響を受ける。一つは、 海洋性の気候であり、もう一つは乾燥して暑い夏と寒さの厳しい冬大陸の気候である。外して、ブザンソンの気候は非常に変わりやすいことが特徴である。年間降水量は1108ミ、mm、リメートル。防安の鳥でタウンホール参照もと、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE ンソンの経済は、 主要企業の倒産が生じた1970年代まで伝統的な時計製造業と繊維産業が占めていた。80年代以降にはそうした時計産業は高級品に特化することで名脈を保っている。90年代以降のブザン残ンは情報産業やバイオテクノロジーをはじめとする様々な分野においてフランスでも主導的な地位にある。 失業率は2005年には8.1%であり、2006年12月には7.9%と推定される。この失業率は国家平均よりわずかに低い値となっている。ブザンソンは1986年2月14日以来ビルディアートイディイストアールに認定されている。サンジャン大聖堂にはフラバルトロメオの聖母と聖人がある。 ブザンソン国際音楽祭の開催期間中に行われる国際的にも名声と伝統ある指揮者コンクールである。詳細はブザンソン国際音楽祭を参照 http://casini.ehess.france/.cassini/.france/.html/.fiche.php セレクト、リザルトットイコール三千九百二十八 h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w s t a t i s t i q u e s l o c a l e s i n s e f r a n c e h a t h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e f r a n c e h a t ブルーガイドはがまま歩き、フランス二千十五 p 二百四十五ありがとうございます。